こんにちは、麦茶です。今回は、ホンダのツアーってことでちょっとね、私のね、本棚を、紹介しようと思います後ろにね、一応この3つがね、私の本棚なんですけど、ちょっとね、その本棚に入ってる、漫画とかをね、ちょっと紹介しようと思いますで、ここに入りきらない漫画とかもあるんですけど、そちらはちょっと今日は紹介せずいきますので、よろしくお願いします。ではでは、早速動画スタートです。ではでは、紹介していきます。で、一応全体図がこんな感じ、全体こんな感じですね、ちょっと漫画棚の上には、ちょっとグッズのみを置いてるって感じですね。ただ置いてるだけなんで、ちょっとあんまり映えとかもないんですけどで、一応こんな感じですね。で、ここに入りきらない漫画はちょっと旦那の部屋にね、置いてありますじゃあちょっと紹介していきますね。で、結構ね、歯抜けというかちょっとね、なんか紹介するんですけど、結構ね、関数が抜けてたりするので、すいませんが、ちょっとご了承くださいではでは、紹介していきます。ではでは、じゃあまずね、こちらのね、本棚から紹介します。じゃあね、はい。まずはこちらですね。じゃん。5等分の花嫁です。私がね、もう一番大好きなね、漫画ですね、作品です。ね、元嫁はね、本当にね、もう最高のラブコメでした。ね、もう一応完結しちゃってるんで、5等分の花嫁、1から、14ですね。最終の、14巻。ですね。まであります。手は揃ってますね。で、こちらは、キャラブックですね。キャラブックの、1か、ね、2の、はい、ミク。で、4つは、で、いつきちゃんがおりません。いつきちゃんだけないんですけど、で、ずっと買わなきゃって思って、いつきちゃんだけ買ってない。で、こちらが、確か、あれ、映画だったかな？映画の DVD の、特典で、ゼロ巻ですね。読み切りのゼロ巻が、カラー版のやつが、ここに入ってます。で、あとこれが、じゃあ映画の特典ですね。14.5 巻です。ね、こちらもよかった。で、あとこれが、確か14巻の、特装版を、どこだったかな？羅針盤かどっかでちょっと買ったやつですね。ね、このね、表紙、めっちゃ私の大好きな漫画と漫画がコラボみたいな。めちゃくちゃいい進撃の巨人のね、この衣装ですね。衣装をね、ごとよめのみんなが着てますね。めちゃくちゃ最高です。で、こちらが、カラー版ですね。フルカラー版の、1から、5巻までね、あります。こちらはね、ちょっと全部集めてません。5巻だけ。ある感じです。で、次行きます。黒い嫁だかに私の可愛いが通じないの、1巻から、11巻ですね。確かもう今月、出るので12巻が買います、ね。全部揃ってます。1から11巻ですね。こちらもね、めちゃくちゃね、今や、連載中のラブコメ漫画で私一番大好きな作品です。で、めちゃくちゃ可愛い。みんな可愛いんですよね。
じゃあ次は、こちらですね、カノカリです。彼女をお借りします。一巻から、ずっと下降りて、ここですね、12巻まで、12巻まであります。あ、この回よきただカノカリは私マガポケで最新巻までね読んじゃってるんで、まあ途中から集めてない感じですめちゃくちゃで、こちら、彼女人見知りしますの一巻と、よいしょ一巻と二巻ですね。かわいいすみちゃん推しなんでね、これはね外せないですね。3巻まで確か出てたんですけど、3巻だけ買ってないですカノカリもね今ちょっといいところなんでねで、次は、彼女も彼女ですね、1巻から、12巻まであります。確か16巻で完結だったかな、ちょっと集めてないんですけど、こちらの作品も私も全部マガポケさんで、読みました読みましたね。終わっちゃったんですけどね、ちょっと残りの巻も集めたいですじゃあ次いきますね。次つりづれチルドレンですね神田の1巻から、最終巻の12巻です。みんな集合こちらの作品もねめちゃくちゃ面白いんで、好きですね。なんかオモニバス形式の感じで4コマでね全部お話が進んでいくんですけど、ね、いろんなカップリングがね楽しめてめちゃくちゃ面白いのでおすすめですではでは次こちら、スクールランブルですね。1巻から一応5巻まであります。こちらは確か22巻だったかな、22巻で完結してるやつですね。結構古いやつなんですけど、私アニメがすごく好きで、スクールランブルでちょっとね漫画もね5巻まであるんですけど、めちゃくちゃ面白いです。これはね集めたい、本当集めたいんだけど古本屋に全然ないんですよね。古すぎてかなめちゃくちゃ大好きな作品ですね。もうアニメは、DVD 持ってますね持ってるんでね、あそこが好きです。ちょっとよくわかんない銃でなんかデスゲームみたいな展開になるところがねめちゃくちゃ好きですね。ではでは次、次は、カッコーの許嫁ですね。1巻から4巻まであります。ね、こちらもねマガポケさんで、最終話まで追ってます4巻までしかないんですけどね、一応追ってますね。ね、これもね可愛いんですよね、みんな可愛い、みんな可愛くってね良きですでちょっとここに入りきらなくて斜めに置いてるやつがあるんですけど、一応ニセ恋ですねニセ恋の1巻だけここにありますね。斜めにちょっと入らなくて斜めに置いてます。であと、ギャグ漫画日和の 1巻と3巻ですね。ちょっとすごいバラバラのやつがねここにね置いてますね。ギャグ漫画日和もねもうどっから読んでも面白いですよね。もうアニメめちゃくちゃもう笑いましたもんね、漫画もね面白いですではではじゃあ次行きます。よいしょ、下の段ですね。次は天神さんちの縁結びですね。ちょっと救急に入れすぎて天神さんちの縁結び1巻から、よいしょよいしょよいしょ、3巻までねありますこちらの作品はね私3巻までしか読んでないんです読んでなくてね、ちょっと急に入れすぎてちょっと一旦しといて、ね、こちらもねちょっと読みたいんですけど3巻までしか読んでなくて
ねえ、かわいいですみんなね。こちらもハーレムラブコメになりますね。で、ちょっとはみ出しちゃったんですけど、君が女神様ならいいのにの、一巻ですね。この間買ったやつの一巻ですがあります。ちょっとまた斜めに入れます。入らないんで窮屈なんでね。で、次は甘々シンデレラですね。一巻です。こちらもハーレムラブコメかな、ね。で、五輪の女神様の、一巻ですねがあります。全部一巻ですね。一巻一巻。で、次、君と僕ですね。君と僕の一巻から、こちら17巻ですね。最終巻の17巻があります。こちらの作品もね、めちゃめちゃなんかほのぼの日常系って感じなんですけど、すごい絵のタッチとかちょっとね、ゆるいんですけど、すごいそれがよくて、もうほんと青春が詰まった漫画ですね。めちゃくちゃいいです。こちらももう最高に好きですね。このね、堀田貴一先生のこの恋愛描写っていうのかな、がめちゃくちゃ私ぶっ刺さりでして、めちゃくちゃね、もうキュンキュンしまくりましたね。もうなんだろう、尊いって感じの漫画でした。いやー、こちらもね、いい漫画なので、よかったらぜひおすすめです。ではでは次、次は青の箱ですね。一巻から二巻ですね。二巻まであります。青の箱ね、いやー、これもね、めちゃくちゃね、もう青春って感じの、漫画ですね。なんだろう、部活かける恋愛みたいな、もうね、青春みたいな感じの漫画です。めちゃくちゃね、いいですよ。で、部活と、まあ、恋愛がなんかメインで動いていくお話ですね。こちらもね、結構巻数出てるんで、まあ、持ってないんですけど2巻までしか。こちらもね、絵も可愛いんで、すごく多分人気だと思うんで、おすすめです。ではでは次、ホリミアですね。ホリミアです。ホリミアの1巻から、1巻から3巻、で14巻から、特装版の特装版の17巻まであります。ね、この間紹介したやつですね。あとこれ特装版の特典の小冊子というかイラストブックですね。で、めちゃくちゃね、ホリミアもね、ホリミアこそ青春ですよね。青春漫画の代表みたいな感じでね、めちゃくちゃいいですよね。もう本当に青春、これこそ青春詰まった漫画ですね。さっきも言った。ホリミアもね、集めたいですね、全巻。では、では次、はい、山田くんとレベル999の恋をするですね。こちら1巻から、1巻から3巻で、4と5がなくて、6巻から8巻まで、ね、最新巻の8巻まであります。こちらもね、ないんですよね、4と5が。ね、読んでます。読んでるんですけど、ガンマさんで読んでるんですけど、買ってないですね。なんかちょっと汚れてる。ね、こちらもね、ちょっと4と5をまた買います。ではでは次、醜い遊郭の子ですね。1巻から 1,2 ですね。で、下に行って、3で、4がなくて5ですね。最新巻の5巻があります。いや、こちらもね、めちゃくちゃいいですね。ちょっとなんだろう、転生もの、なんて言えばいいんだろうね、ちょっと説明しにくい漫画なんですけど、こちらもね、めちゃくちゃキュンキュンする漫画なのでね、おすすめですね。ほんと家もね、お金ももういろいろ何もない状態で神社にたどり着いて、ね、
ちょっと死にそうになって眠ってしまって意識朦朧として眠ってしまって目が覚めたらなんか知らない異世界みたいなところにいて、まあ遊郭のねところに拾われるみたいな話で進んでいくんですけど、めっちゃいいですめっちゃいいから読めばね分かります。めちゃくちゃおすすめですね。ではでは次こちらですね、偽りの愛の一巻ですね。いやこちらもねめっちゃいいです。最高にもうねイラスト絵がね原画がまずすんごい綺麗なんで、いやこちらもねお話のその内容っていうのかな結構ぶっ飛んでたんですけど、でもねめちゃくちゃねよかった。もう絵もいいし、うん、普通にキュンキュンします。おすすめおすすめで全部おすすめって言うと思うんですけどではでは次、スタジオカバナですね。スタジオカバナ1巻2巻ですがありますね。こちらもね、イラスト、まあ、原画がねめちゃくちゃ綺麗ですよね。ちょっとなんかドロドロした感じのお話かなって思ってるんですけどまだね私2巻までしか読んでないんでね、またちょっと買いたいです。続きではでは次はこちらですね。飛んだり蹴ったり愛したり1巻とこちら2巻ですね。いやこちらもねめちゃくちゃいいですよね、こちらのね30代なんで30歳なんですけどのねこっちの黒髪男子めちゃくちゃいいです。一応クズなんですけどうん、めちゃくちゃいいですよクズと言われているけど、いやでもかっこいいですよこちらもねちょっと4巻まで出てたんで集めたいです。ではでは、次こちら、幼稚園ウォーズですね。幼稚園ウォーズの1、2巻ですね。1巻と2巻ですがあります。いやーこちらもね、いやー早く買いたいんですけど、続きなんかこの間結構なんか発売のスパン、単行本の発売のスパンがすごい短くて、ってびっくりしました。なんかもうなんか6巻だったかな、何巻か忘れちゃったんですけど、で先月また最新巻出たのかなちょっと何巻まであったか忘れちゃったんですけど、なんかね3ヶ月か2ヶ月にのスペースでね新しい巻が出てめちゃくちゃびっくりして追いつかないんですけど早く買いたいです。こちらもねめちゃくちゃあのね面白いんでね、いやーおすすめですね。でもなんか有名、もう結構有名かもしれないね、人気みたいな感じに出てたんでね、こちらもねいい作品です。ではでは次こちら、正反対な君と僕ですね。1巻からじゃあ4巻ですね。4巻まであります今月も出てるかな、もう出てるね5巻がね発売するんでね。いやこちらもねめちゃくちゃね、まずこの絵がめちゃくちゃ可愛くないですかこのタッチめっちゃ好きなんですよね。なんて言うんだろうね、表紙は結構ポップって感じなのかな、めっちゃ好きですね。いや内容もねめちゃくちゃときめきマックスなんでね、あのおすすめですね、うん、ではでは次はこちら、タコピーの連載ですね、上下とあります。下巻で完結ですね。いやこちらもねほんと1話1話読むたんびにねめちゃくちゃびっくりしてた漫画ですね。ね、ちょっとまあ胸クソ悪い、まあ、お話にはなると思うんですけど、でもめちゃくちゃねびっくりしました。もうなんか読めば読むほどなんか作品に引き込まれるような漫画でしたね。いやー本当人気なのもわかるではでは次はこちら、鴨の橋ロンの、禁断推理の一巻ですね。鴨の先生の作品ね、私リボンが大好きなんでね
めっちゃかっこよくないですかね。黒髪最強ですよね。ではでは、じゃあ次はこちら、君のことが大大大大好きな100人の彼女の一巻ですがありますね。アニメやってますね。ちょっと途中から見れてないんですけど、アニメね、一巻ですね。あ感があります。次はじゃあこちらですね。ちょっと一巻がこんなとこ入ってる。推しの子ですね。推しの子のちょっと直しますね。推しの子の 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11巻ですね。11巻まであります、ね、今月出ますね13巻が11巻までないんですけど、一応あのジャンプさんのあのアプリ内では最新話まで読んでますやっぱ面白いね、推しの子ね、人気ですしね、超人気ねえ、いや最近ちょっとルビーちゃんを推してますの私いや誰推しだろうってずっとね、みんな可愛いからなんか点々としません、推しの子よ読んでなんか一巻読んで、あー愛ちゃんってなってね、二巻からはね、ね、なんかこうね、点々とするんですよね、推しがね。ね、で、ね、また最新話まで読んだらなんかルビーちゃんをしてたりね、あかねちゃんも好きだしね。ね。で、いや、かなちゃんもね、もちろん人気だしね、可愛いしね、わかります。レムちゃんもね、可愛くないですか？みんな可愛いですね。はい。ね、推しの子もね、買いますじゃあじゃあ次は、僕らの奇跡ですねの、ちょっとこちら関数がねバラバラなんですけど、あの限定版のやつですね。6、7、8、飛んで12で26、27、最新刊の28ですね。で特装版というか限定版にはちょっとこうね小冊子がついてます小冊子ね、これは漫画ですね。漫画だったり、まあ漫画じゃなかったり、こちらは漫画ですね。ねこの小冊子がね欲しくてね限定版とか買っちゃうんですけど、一応私この作品はあのアプリ内というか電子書籍で全25巻までは買ってますね。で26巻からはあの紙ですね。でちょっとねあの限定版がちょろちょろあったりするんですけど、一応こんな感じですね。これはちょっとまあ紙で集めていきたいなって途中から思って紙で集めようと思ってるんですけど、こちらの作品は、ね、結構マイナーなのか本屋さんに全然ないのでまあ1巻とかね、ね今28巻まであるから結構あるんですよね。ねブックオフとかにね行っても全然ないんですよねなので私こちらの作品めちゃくちゃ大好きです。ね、前世の記憶を持つ高校生たちの話って感じですね。簡単に言うとめちゃくちゃ簡単に言った面白いです。じゃあ次はこちらですね。豚のレバー加熱しろの一巻ですね。アニメやってますね。いやー豚さんめちゃ好きですねいやーめちゃくちゃいいです。であとはゆるキャンですね。ゆるキャンの、一巻です。いやーかわいい、ほんとかわいい、キャンプしてるこの子たちがかわいい一巻しかないんですけどね、まあ、こんな感じですね。こちらの棚は以上です。こちらは一応まあラブコメ系をメインに今置いているんですけど、まあ、入りきらなくて結構ちょっとごちゃごちゃはしてますね。はい、こんな感じでした、ね、で、ちょっとこの上のちょっとグッズたち軽く紹介しますね、この本棚の上には、5等分の花嫁をメインにグッズ置いてます。こ
こんな感じですね。本当グッズを置いてるだけなんで映えとかないんですけど、ね、ちょっとさくらちゃんがいたりね、メイビーがいたりするんですけど、まあこんな感じです。私の推しは、五等分の推しは、四つ葉が推しで、2番目に、一花を推しているのでこんな感じになってますこんな感じですね。このイラストボード、イラストボードっていうのかな、アクリルボード、この風太郎がいるのがね、めっちゃくちゃ良きですよね。いやいい良きめっちゃ好きなやつなんでね、ちょっと飾ってますね。こんな感じでした。じゃあ次の本棚いきます。じゃあその前に、次の本棚紹介する前に、じゃあ横のグッズいきますね。じゃあまあこんな感じですね置いてるものは3つしかないんですけど、右側が、アクリルパネルですね。絡まりのやつです。映画のやつですね。で真ん中にミューズですね。あ、ラブライブのミューズの、映画特典の確か色紙ですね。あ、かわいいねえ、やっぱラブライブはミューズ推しですそして小鳥ちゃん推しです2番目にマキちゃん推してます。で横には、夏目くんですね最近ハマったアンスタの、夏目くんの、アクスタですねを置いてます。めっちゃ良き、こんな感じですではでは、こっちのね本棚紹介しまーす、ね、ここにはねもうね、ちょっと入りきらなくって、ちょっと隣のね本棚に、オーラン高校ホスト部ですね、1巻から最終巻の18巻まであります一応ねこっちに1巻になりますね。もうねオーラン高校ホスト部めっちゃくちゃ好きです。いやオタクは絶対好きな漫画だと思いますね。こちらアニメもあるんでね、アニメから見てもね全然入りやすいと思います。めちゃくちゃいいんで、声優さんめちゃくちゃ豪華ですねえね、こちらもねめちゃくちゃねキュンキュンするんでね、めちゃくちゃおすすめですね。ね、最終巻の18巻です。オーラン高校でしたね。ちょっと古いんでね、中古屋さんとかにしか置いてないと思うんですけど、おすすめ漫画ですね。でお隣がフルバですね。フルーツバスケットです。1巻から、最終巻の23ですねまであります。こんな感じまあね、フルバはねもうトールくんしかな、私トールくんが好きです。うん、いやーね、これは十二支のねお話なんですけどね、十二支のちょっとまあファンタジー系で、まあ恋愛要素もあるねお話なんですけど、結構ドロドロしてるお話なんでね。ね、アニメもね前巻最終巻の23巻までアニメやったんでね、旧アニメと、リニューアル版があるんですけど、ね、リニューアル版は、23巻までアニメ放送したんでね、アニメから入るのもいいと思います、ね、めちゃくちゃいい漫画なんでね、小学生の時に読んでねぶっ刺さった漫画なんでおすすめですではでは、じゃあ次ね、次こちら、進撃の巨人ですね。進撃の巨人の、1巻から、18巻まで。で、飛んで34巻ですね。最終巻の34巻あります。ねえ、ここがないんですよね。私、実家に、ちょっと実家においたとき、20何巻まで持ってたんですけど、私が昔集めてた漫画とか、なんか、全部捨てられてしまっててまあ再度集めたんですよね、進撃の巨人をね。でこんな感じになってますね。途中からないんですけどね、ちょっとこれはね
進撃の巨人こそ私すんごい大好きな漫画なんで全巻揃えたいとは思ってるんですけど買えてないいやーね、この間アニメやってね、めちゃくちゃ進撃ロスですよね。いやーめっちゃね、ここの間がね、間の話めっちゃいいんでね、欲しいんですけど、まあね、好きな漫画とか言っておきながら全巻揃ってないっていうねえ、ちょっと致命的なんですけど、こんな感じです。進撃の巨人でした。ではでは、じゃあ次は、ブルーロックですね。ブルーロックの、1巻から、1巻飛んで12巻から、最新巻の26巻ですね。ありあります。ね、ブルーロックもめちゃくちゃ今連載してる中ではめちゃくちゃもうね、一押しぐらいの大好きなね漫画なんでね、私あんまりスポーツ漫画ってハマらない傾向にあるんですけど、ブルーロックだけはめちゃくちゃ大好きでめっちゃハマりましたね。ねえ、あのね、まあ凪くん推しなんですけど、やっぱライバリリここね、ちょうど抜けてるここのお話がね、めちゃくちゃ好きなのにないっていうね、まあ、読んではいるんですけどないっていうね。ねえ、いやーいいですよ、今いいですよ。いやーね、ほんとね、これもね、ちょっと全巻揃えたいっては思ってます。ねえ、なかなかね集められてないんだけどね、大好きな漫画はやっぱり手元にね、紙で置いときたいんですよね、どうしてもね。ではではでは、次ね、次は東京リベンジャーズですね。1巻から、下行って、最終巻の31巻までね、ここですね、31巻まであります。こちら全部揃ってます。ストーリー部屋ね、ちまちま集めてたんでね。ちまちま集めてました。いやー、通り部もね、ちょっと終わり方が、個人的には終わり方がって思うけどね、通り部はね、ね、面白かったです。はい。ね、ちょっとね、終わり方は結構賛否両論あるんじゃないかなって思う作品ですけど、でも私めちゃくちゃね大好きな作品なんでね、推しは千冬です。いやーね、通り目もね、いや、いいんですよ。めちゃくちゃ、もうなんかな、涙出る展開とかが結構多かったんでね、ちょっと苦しいみたいな感じのね、展開が多かったから、ね、めちゃくちゃハマってましたね。いやー、通り目もね、ね、ちょっとアニメやってるんですけど、独占配信みたいな感じで、どこだっけ、どっかのサブスクしか、なんか見れないみたいな感じなんでね。ね、通り部もね、まあ人気作品なんでね。では次は、こちらですね。はい、チェーンソーマンです。チェーンソーマンの1巻から、3巻だけなくって、15巻まであります。ねえ、チェーンソーマンもね、ちょっと多分3巻はね、買うと思うんで、もうね、あと1巻だけ。ねえ。全部揃うと思いますね。チェーンソーマンもね、なかなか結構苦しい展開が途中までね続いててね、まあ第2部みたいな、第2章みたいな感じでまた新たにね始まってね、まあどうなってくんかね、ちょっとまだ展開が読めないんでどうなるんだろう。ね、まあこれもね読んでいきたいです。ではでは、次、次、こちらですね。スパイファミリーです。スパイファミリーの1巻から、1巻から5巻で、で飛んで10巻から12巻ですね。こちらもねないんですよね。6巻から9巻がねないんですよね。また歯抜けっていうね、ちょっと申し訳ないんですけど歯抜けが多いです。結構ねこんな感じですね。ちょっと休憩に入れすぎて取れない。こんな感じです。はい、では次は、
鬼滅の刃ですね。鬼滅の刃の1巻から、最終巻の23巻まであります。いや鬼滅はもう何も言うことないよね人気作品だからね。いやね、私はあのみつりちゃんとイグルさん推しですね。じゃあ次、次は、リボーンですね。カテキョーヒットマンリボーンの1巻から10巻まであります。こちらもね、確か42巻が最後だったんで、そこまで集めたいんですけど、まあ10巻までしかないっていうね。ねえ、リボンもね、中学3年生の時に確かハマってね、めちゃくちゃ大好きなね、作品なのでね、これもね、集めていきたい。ねえ、ほんと中二心くすぐる、ね、兵器というか。ねえ、いろんなね、リングとかね、ボックスとかね。ねえ、いろいろね、ほんとね。いやー、いい作品なのでね。これもね、全巻集めたいとは思ってます。はい。こんな感じでした、この段は。メインはまあ、少年漫画かな？少年漫画ちょっと、メインに一応入れてはいるんですけど、こんな感じですね。あ、ここにね、入りきらなかった通り部の、バジさんからのね、あの手紙のね、やつの一巻がね、入ってます。入りきらず。ね、一巻だけあるっていうね。あ、マガポケでは一応読んでます。じゃこんな感じでした。じゃあ次の本棚いきますね。次こんな感じで、ちょっとね、まあ上の方を軽く紹介すると、こんな感じですね。まあほぼグッズを置いてるって感じで、このピラミッドになってるあのぬいたちは娘がねピラミッドにしました娘のお気に入り順で一応こんな感じで配置されてますね一応ね、動画外でもう一個だけね買ったら、ちぎりくんが出てね、ちぎりくんかわいいちぎりくんをなんか上に置いてますね。娘が置きましたこれはねであとこちら側は、まあ、赤軍団みたいな感じでね、メインカラーがね、キャラのカラーが赤みたいな感じのねキャラクターがこちらいますね。ちぎりくんのガチャガチャのやつね、エヴァのアスカですねのフィギュアがあって、ふみさんとテニプリの、丸井くんがいますね。こんな感じです。で、こっちの横は、この間のブルード店のナギくんのアクスタと、小鳥ちゃんですね。ラブライブミューズの小鳥ちゃんのフィギュア。で、こちらもガチャガチャのやつかな。みつりさん、みつりちゃんと、イグロさんの、ミニフィギュアみたいなやつで。こっちにね、ちふゆがいます。これもガチャガチャ。これね、一発で当たって嬉しかった。ガチャガチャのやつです。こんな感じです。ほんとグッズしか置いてなくて、バレないんですけど、すいません。ちょっと、ここはちょっとゲームが入ってたりするんだけど、ちょっとゲームは一番最後にします。で、ここにね、あ、その前に、ここに、ちょっと入りきらなくて、小説ですね。ラノベの、青豚のね小説1個だけ入ってますこちらね、あーもうすぐ映画やりますね、見に行きます楽しみに、またねランドセルガールを見に行きますで、こちらですね、アンスタの小説ですね、4冊入ってます全部ですね、あー入りきらなくなるよいしょ。ねえ、アンスタもね、めちゃくちゃハマってね、もう、ほんとね、これ、読んだんですけどね、ほんとにね。いやー、ライハ組が。ねえ、めちゃくちゃいいですね。ねえ、ハマってね、多分私、最推しがね、レオくんになると思います。最推しレオくん、夏目くん推しみたいな感じで。正直ね、ちょっとどっちも好きなんですけどね、最推しがレオくんです
ね、スタもね、今ちょっとアプリ内の小説、びっくりマーク2つのね、新しい方のメインストーリーをね、めちゃくちゃ読みまくってて、今ね、ちょうどね、もうちょっとで読み終わりそうというか、メインストーリー、今 SS のね、ところですね読んでてね、もうね、その関係でね、ちょっと乙女ゲームがあんまりやれてないんだけどね、ちょっとアンスタのストーリー読みまくっててねちょっと乙女ゲームがね、ちょっとお休み期間になってるんですけどね、そんな感じですで、こちら天使の王子様の公式ファンブック 40.5 巻の、ファンブックですね、ね、こちらがあって、で、こちら新手にの方の、ファンブックですね、公式ファンブックの 10.5 巻があります。で、こちら立海大附属の、ファンブックですねがあります。一応ね、私テニプリの推しは藤先輩と丸井くん推しで、あとね、ジローちゃんもね好きなんですけどねえ、ちょっと結構ね、最近は丸井くんって感じなんで、立海のねファンブックがあります。で、さっきのね、オーランは2冊あって、ではでは下行って、こちらですね、少女漫画コーナーですね。で、よいしょ、マサオミくんにメタられました、1巻と2巻ですね、あります。ね、こちらもね2巻で完結してる漫画です。ではでは、ここからはかりん先生ゾーンかりん先生の短編集ですね、恋は磯川、回れ右の短編集です。これもめちゃくちゃ良きで、私これめちゃくちゃ好き、兄弟ごっこですね、兄弟ごっこのすいません、兄弟ごっこの1巻と2巻で完結です。これね、めちゃくちゃ私おすすめ、めちゃくちゃ良かったです。で、これラバーズハイの、1巻ですね、1巻と、2巻ですね、2巻で完結です。2巻あります。ちょっとドロドロしたお話で、顔好きの、顔だけじゃ好きになりませんの、1巻ですね、1巻と1巻から、8巻までね、最新巻の8巻まであります。ねえ、これはめちゃくちゃ、かりん先生めちゃくちゃ好きです。めっちゃ大好きですね。で、こちら、タモンくん、今どっちの、1巻から3巻まであります。ね、で、こちら、春の嵐とモンスターの1巻から3巻まであります。12月に4巻出るかな、どっちもねタモンくんに関しては6巻まで出てたかな、ね、変えてないんだけどね、これめっちゃ面白い漫画なんでね、読みたいです。こっちは面白いですね、原鳴らしたモンスターめちゃくちゃ面白いというか、キュンキュン、それというかバブミがやばい漫画ですで、こちらですね、私の大好きな少女漫画、昼中の流星、よいしょ、1巻から、1巻から12巻まであって、12巻で完結してます。12巻とあと番外編の、13巻みたいな番外編があります、これもめちゃくちゃね、私高校生ぐらいに確か読んだと思うんですけど、めちゃくちゃハマってしまってめっちゃいいです。なんでアニメやってないんだろうめちゃくちゃ見たいのに ね、 これね、これもねめちゃくちゃキュンキュンするんでおすすめです。で、横行って目に余る彼氏の1巻からじゃあ1巻から8巻まであって、で、下に9巻ですね、があります。すごいキュキュに入ってる。9巻まであります。ちょっと出しますね
キャラカマであります。ちょっと横入れておきますね。キューキューで、で、で、ピンクとハバネロ一貫ですね。一貫と、最新巻の7巻まであります。で、隣行って、二人で恋をする理由11巻と、ね、12巻ですね、があります。ね、うちら一応全部読んでますね。12巻で完結の漫画ですね。めちゃくちゃね、可愛いんですよね。可愛い漫画です。こっちはね、オタクに刺さる漫画、ピンクとハバネロはオタクに刺さる漫画、ふたこいは可愛い漫画です。で、こっちも可愛いというかね、イラスト最高ね、君とバラ色の日々ですね、広瀬弘先生の作、最新刊ですね。よいしょよいしょ。で、上半の茨姫ですね、1巻2巻ですね、1巻と2巻があります。ね、こちらもね、めちゃくちゃ、ね、最新刊めっちゃいいです。おすすめ、ほんとかわいい、ほんとかわいいですよね、広瀬先生の絵だと。女の子も男の子もかっこいいし、女の子かわいいしね。こっちのね、4畳半もね、2巻めっちゃ良かったです。で、こっちスタンドアップの1巻から最終巻の4巻ですね、があります。もうね、山川愛治先生のこの絵がね、最高なんですよね、イラスト。ねえ、この なんて言うんだろうね、なんかふわって感じなのかな、すごい好きで、ね、大好きなんですよね。よいしょ。で、隣行って桜咲く一巻だけあります。読めてないんですよね、全然。途中まで確かなんか借りて読んだと思うんですけど、一巻だけあります。で、ちょっとこれをね、移動して、で、小宮山が嫌いだの、一巻ですね。一巻から最新巻の3巻まであります。こちらもね、めちゃくちゃもうね、かわいい。かわいくないですかね、かわいいんですよね、かわいい漫画です。次、お姉ちゃんのみどりくんです。一巻からおっと3巻まであります。4巻まで出てたんですけど、4巻買えてない、買いたいです。ほんとね、目黒アム先生のね、イラストもめちゃくちゃ可愛いですよね。で、お隣行きます。隣の怪物くんですね、一巻から、ちょっと待ってくださいね、一巻から13巻、13巻で完結してます。で、ファンブックもあります。これもね、めちゃくちゃいいですよ。ほんと面白いしね、可愛いし、キュンキュンするしね、もうヤマケンくん好きです。で、こちらですね、ホテリホテってファーストキスの短編集ですね。ね、ほんとね、もうこの短編集めちゃくちゃみんな読んでほしいって感じなんですけど。ね、めちゃくちゃね、おすすめです。ほんとこのメガネの二人の短編集めっちゃ良かったです。ほんとね、ほんと好きです。で、同じ先生の、恋せよまやかし天使どもの一巻ですね。9月に出たやつかな。めっちゃいいです。ほんと。ほんとやっぱ好き。好きですね。で、次は、こちら。うるわしの宵の月の、一巻から、1,2,3,4 が入ってて、7巻までありますね。ねえ、ほんと、7巻めっちゃ良かったです。ほんとに、さすが山森美香先生って感じなんですけど。で、次はこちらですね、
沼すぎてもはや恋の一巻から三巻ですね。三巻あります。いやこの兄さんがやばかったですで、君の横顔を見ていたの1、2巻ですねがあります。1巻と入らない1巻と2巻ですね。あーこれめちゃくちゃみんなね片思いっていうねお話なんですけどね、めちゃくちゃいいです。でこちらですね、僕らの好きは割り切れないの1巻とよいしょ2巻ですねがあります。でお隣行って指先と連連の1巻から2巻あります。 1,2 巻ねね結構出てるんですけどね、アニメ化決定してね。うんね、で次こちら俺ともう一度ファーストラブ初恋ですね、1巻ですねの1巻があって、でお隣が隣のステラの1巻があります。でまたお隣はよいしょ運命の人に、出会う話ですね、1巻あります。でお隣がトラオの花嫁さんの 1,2 巻ですねがあります。ね、全然フラワーさんないんですけどね、めちゃくちゃ可愛い。よしでお隣行ってこちらですね、カードキャプターさくらですの漫画ですね。1巻から一応 1,2,3 があって4がなくって5,6,7 巻までねありますね。だねこれ歯抜けでね、歯抜けなんですけど、であとクリアカード編がよいしょ1巻から3巻までねありますね。大好きな作品なんですけどね、私もアニメをメインに見てたから漫画がね持ってなくってね、古本屋でねこれ買ったんですけど、やっぱ古いのはね全然ないですよねでお隣がねしばしばあるんですね、の7、8です8巻でね終わりなんですけど、最終巻が8巻なんですけどで7、8だけあります。こちらの作品も私アニメメインに見てたんでね、いやめちゃくちゃねどっちも好きです。で新テニスの王子様、もうめちゃくちゃバラバラなんですけど、36巻37巻がねここに入ってますね。でねテニプリのねテニスの王子様の1巻ですね、1巻があります。1巻だけねーだねこれバラバラでねで光が死んだ夏ですね、いやこれほんとよかった。1巻から3巻までやります。いやこの不気味さがたまらない漫画で次こちらフェティッシュベリーですね、1巻から一応4巻まであるんですけどね、5巻がね終わりなんですけど、私昔集めてたんですけどなんか5巻だけなくってね、どこ行っちゃったんだろうあのねちょっとフェチのお話ですね、フェチと、まあ、フェチかける一方通行って感じかなねちょっとこれも賛否両論あった気がするけど、私はめちゃくちゃ好きですね。フェティッシュベリーで隣は友達のお姉ちゃんに恋した話と、でこっちが友達のお姉ちゃんがうざい話の一巻、どっちも一巻があります。でこっちはランマ2分の1の愛蔵版かなの一巻があります。
こんな感じです。まあここはね、少女漫画をメインにね、入れてる棚って感じで、で、ちょっと最後に、こちらですね。で、こちらちょっとスイッチのゲームと、PC の乙女ゲームを入れて、こっちにね、小冊子がね、入ってますね。ちょっと紹介すると。まず、リバソンの小冊子ですね。リバソンの小冊子と、よいしょ。あ、雑に入れたくない。リバソンの小冊子と、よいしょ。これは、あやかしご飯かな。レシピ本です。いつか作りたい。いやー、銀さんのご飯食べたい。あやかしご飯と、はい、五等分の花嫁の、映画の DVD のやつですね、の小冊子と、こちらブラハですね。はい。ブラキッシュハウスの小冊子です。特装版についてたやつ。よいしょ。こっちがね、サイド A と、こちら青い方がサイド Z ですね。ブラキッシュハウスの小冊子です。私はノワクムシ。ノワクムシです。で、バスタフェの小冊子。ナインリップのステラセットの小冊子。こっちがシュービルの小冊子、ステラセットですね。よいしょ、よいしょ。で、あとは、こっちが、あ、これはシュービルですね。シュービルの小冊子。これ、名恋かな？明治東京連歌の小冊子。これはね、はい、シャレマニの小冊子。これと、こっちもシャレマニの小冊子。で、これはピオヒの小冊子。これはシンキスですね。シンキスの小冊子。これは、ナインリップの小冊子。よいしょ。で、多分、カラマリの映画の、来場者特典のやつの小冊子と、で、これは、漫画ですね。少女漫画の特典についてた漫画、短編集と、レインコードの小説と、映画特典の青豚の小説ですね。です。以上かな。ここに入ってます。で、あとは、はい、こちら、PC ゲームですね。あやかしご飯。あやかしご飯が入ってます。一応FD の方もね、パソコンには入ってるんですけど、実家から持ってきてないんでね、これしかないんですよね。で、リバソンかな、リバソンの、PC ゲームですね。ソフトと、はい、ブラハです。ブラハのサイド A です。サイド A と、サイド Z の、PC ゲームですね。あ、めちゃくちゃどれもおすすめ。全部ハニービーさんです。で、ここからは、スイッチですね。スイッチ、まず、はい、集まれ動物の森。これやりたくてね、スイッチ買ったんですよね。いやー、めっちゃ流行ってましたもんね、コロナ禍でね。で、はい、五等分の花嫁の、君と過ごした、5つの思い出のゲームですね。まあ、美少女ゲームっていうのかな。ただまだ全員やってないんですよね。
で、これ、はい。キューピッドパラサイトですね。結構適当に入れてるんでね。キューピッドパラサイトの本編の方ですね。もうすぐ出ますね。いや、楽しみ。めっちゃ楽しみにしてます。はい。ヴィルシャナ戦記。これは、FD ですね。ファンディスクの方。ヴィルシャナ戦記。一樹の風と、はい。こっちが源平非感想の、本編の方ですね。いやー、めっちゃ、イケメン。すいません。ちょっと手ぶれがひどいと思うんですけど。はい。次は、ニルアドミラリの天秤、彩りなでしこ。すいません。滑舌が悪くなってる。これはね、ファンディスク、両方入ってます。本編と。で、こちら。はい。オランピアソアレです。いやー、めちゃくちゃね、いいです。ちょっとね、私的には結構攻めたセロディーだなって思いました。いや、色がね、色使いめっちゃ綺麗なんですよね。さすが里井先生。はい。じゃあ次は、はい、新キスですね。シンパシーキスです。いやーね、めちゃくちゃね、この、新しいですよね。この主人公がね、顔なしセリフなしっていうのがね、めちゃくちゃ私は良かったと思います。はい、次、ピオフィオーレの晩鐘のエピソード1926、これはファンディスクの方ですね。いやー、めちゃくちゃ、いやー、ほんと作、あのストーリーが神。本当にね、もう私はこっちの方は、ファンディスクの方はね、アンリにやられましたね。いや、みんなやられてると思うんですけど。はい。こちら、サマーポケッツですね。リフレクションブルーのスイッチ版です。いやー、美少女ゲームでね、一番、良かったです。で、3つぐらいしかやってないんですけど。ねえ、めっちゃ良かった。ほんと、つむぎちゃん推しなんですけど、めっちゃいいですこれ。よいしょ。で、次がこちらですね。青かなですね。青の彼方のホーリズムのスイッチ版です。こちらもね、めちゃくちゃ部活メインのお話でね、めちゃくちゃ良かったです。青春って感じ、青春のねお話でしたね。で、こちらは、はい、サンドリオンパリカですね。いやー、めちゃくちゃいいですよ。めちゃくちゃ綺麗ですよね。なんでファンディスク出ないんでしょう。ね、出てもおかしくない作品なんですけどね。いや、オラソー、オラソーもそうなんですけどね。はい、じゃあ次こちら。はい、マジョスティックマジョリカル、ですね。いやー、こちらもね、良かったです。で、こっちは、はい、バスタフェローズ、シーズン2ですね。続編の方になります。いやー、めっちゃ良かった、本当に。もう、さすが、さすがって感じ。もうね、めっちゃ好きです。はい、じゃあ次。ナインリップでーす。今年出た新作でーす。いやー、ホラーはね、好きなんでね、よかったです。次。クロックゼロです。終焉の1秒ですね。いやー、クロックゼロもね、すんごいボリュームあった、本当に。ね、すんごい、世界観がね、良かったですね。はい。次。大正アリスですね。こちらも世界観が良かったですね。ね、本当にね、アリスくんしか勝たん。それしか言えません。はい、じゃあ次。はい。はい、バスターフェローズですね。こちらが本編になります。いやー、ほんと本編最強ですよね。ほんと、結構ね、サクサク進められるからね、初心者さんに一番おすすめしたい。はい、じゃあ次。幻想喫茶アンシャンテですね。こちらもなんでファンディスク出ないんでしょう。めっちゃくちゃ泣いた。一番泣いたんじゃないかな。ほんとストーリー神でした。さすがですね、もう。はい。こっちじゃないね。こっちですね。はい。
ピオフィオレの晩鐘、ですね、ニコルドなのかな、こちらもねめっちゃ良かったです。本当にねやっぱシナリオ神ですよね。本編もシナリオ神です。いや本当にねオルロックが私ぶっ刺さったかも。苦しかった本当に。いやでも好きなんですよね。結構ね終わり方賛否両論あるかもしれないですけどめちゃくちゃ好きでした、オルロックのバット。いやでも推しはヤンです。はい、次カラーマリスです。こちらはね本編とファンディスクが一緒になってます。もうシナリオが一番好き。本当に好き。いやーねー本当に好きです。それしか言えん。あ、その前にこっちですね。はい、じゃあ一番大好きなやつ、シャレードマニアックスです。スイッチ版ですね。いやーもう本当にシャレマニはもうもう大好きすぎる。もうソータくんしかほんと勝たん。私はソータくん推しです。でこれは一般ゲームになるかな、レインコードですね。これも今年発売したやつ、めっちゃ面白かった。本当に面白かった。本当にねあのランガンロンパもやりたいです。ねアニメは見たんだけどね。はい、積んでるやつですね。死神と少女です。ほんと積んでる。ちょっと主人公ちゃんがね私ちょっと刺さらないかもしれなくて、ね、ちょっと積んじゃってるんですけどね。いやーこれもやりたい。はい、じゃあこれも積んでますね。白と黒のアリスですね。いやーこちらですね、世界観がかわいい。ほんとお茶会かわいい。いやーこれも早くやりたいです。結構サクサク進められるみたいなんで。でこれですね、これも積んでますね。デミラーナ国の、ついてる姫とついてない騎士団ということで、はい積んでますね。全然やれてないね乙女ゲーム。でこっちですね。はい、終焉のビルシュですね。で終焉のビルシュのこっちが本編で、はいこっちが今やってるやつですね。はい、続編ファンディスクですね、びっくりコリスということで、はい、はいこちらで以上ですかね。シュービルもねめちゃくちゃね、結構ねファンディスクやってるんですけどね、やっぱ本編しか勝たんですね。ファンディスクはねあの後日談が私好きでした。でまだね途中なんで何とも言えないんですけど、はいこんな感じです。ここはねスイッチ入れてますね。ねあの PSP のゲームとかもあるんですけど、そちらはねあの違う棚というかまあとこにしまってますね。ねあと DVD 関係も違うとこにしまってます。一応こんな感じです。はい、以上本棚ツアー紹介でした。ねえほんとねもう歯抜けが多いんですよね。ねえこんな感じで一応ね本棚を収納して、まあ入りきらないやつもあるんですけど、ね、な感じで収納してます。でまあねちょっとねこれ以上本をあんまり増やしたくなくって、本当はもう一個本棚を買おうかなって思ったんですけど、ちょっとそしたら部屋が狭くなっちゃうからなるべくこの3つに収めたいんですけど。でなかなかねできなくて、でちょっとね断捨離、漫画断捨離を考えてて、結構大幅にねちょっと断捨離をして、ねまあ読みたいやつはレンタルとかで、まあレンタルとか満喫とか行ってね、まあ読んだり、まあ電子書籍で買ったりしようかなってちょっと思ってます。大好きな漫画だけはまあ集めていったり買ったりするんですけど、ねどうしても好きなやつは残して、ねまああんまり読み返さないかなっていう漫画をちょっと断捨離しようかなって思っているので、またちょっとガラって多分変わると思うんですけど、またちょっとまあ半年後かどっかにねまた紹介したいなって思います。今ちょっとちょうど埋まったんで紹介しました。全然多分参考にならないんですけどね、上の
ね、グッズとかもね、ちょっとグッズだけしか置いてないから映えも何もないし、ね、ちょっといい方法があったら教えていただきたいね、こんな感じでした。はい、以上で本棚ツアーでしたはい、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。ではでは、バイバーイ。